じゃあ次首の取り方いきます。首の取り方いきます。まあ、膝を打った後に入るんですけど、でこの時よく後頭部じゃなくてこの首を持つ人が多いんですけど、これ首持っても反って反ったら結構力入るんですね。なんで必ず後頭部持ちます。で後頭部持ったらこの肘を相手の鎖骨ぐらいに当てて、で自分の方に近づきます。でこの時反って、この時こう自分もこういう風に後ろに行くと、さっきも言ったんですけどサボりもらうし相手崩せないんで、相手の力を使って相手の力に逆らうんじゃなくて、相手の力を使って自分の方に反る。でこれ相手が反ってればここの肘を突き出しながら後頭部を引っ張ってればまずは起きないと思うんですけど、はい、起きれる無理です。はい、起きないんでこれをまずあの形を覚えてください。でこれ組む手は得意な方でいいんで、組む足とかあの左、まあ自分左なんですけど、これ右前にしてしたければ別に右前も大丈夫です。とりあえずこの形を覚えまして、これ多分最初うまくいかなくてこうなっちゃうと思うんで、この形しっかり取るまであの見てきますんで、とりあえずこれでやりましょう。で浸透させたらちょっと横から入って相手の首をちょっと横にひねる感じで横から取ります。多分正面が取れないんでちょっといいですか。こういう風に入ろうとしても、まあ、起きていいです。これは取れないんでちょっと横から入れば下がりますよね。そうですね。こういう状態でこういう風にして下げればできると思うんで、はい、こういう風にしましょう。じゃあ、形を、見ていきます。蹴った後からそうですね、蹴って走ってみて相手がこっちを動いたら自分もこう動いていくような感じでですね。もうすぐの分かりで、そうですね。はい、あ、いいですね。はい、はい、いいですね。はい、はい、あ、これいい。あ、そうです。組み替えた。この押せた軸は一緒だ。これを一緒に自分の体をひねるからダメなんです。この軸で入っていくでしょ。で、首持って。で、これを自分の体に近づけるでしょ。で、持つ。で、相手に合わせて、なんか動いてるでしょ。相手に、こうやって回していけば、ずっとコントロールできる。広がる。何もできないでしょ。だから、これ全部軸を意識して、なんで、横から入るからって言って、自分の体を横にしたらおかしいですよね。自分はまっすぐ入ってまっすぐ取って、でそこからひねる。でこっちはまっすぐですよね。体全く変わってない。相手の体は斜めだ。でも相手はこれは当然体をまっすぐにしようとして動くんで、そこで自分が常にサイドを取っていく。合わせた。これも抑え込みと同じように相手を押さえてたら相手がエビ切りますよね。エビを切った方向に動いたりしますよね。相手をずっと同じ体勢で押さえて相手がエビ切ってるのにそのまままっすぐ押さえないんですよね。それと全く一緒で相手を動いた方向に自分もついていくように。だから相手の力に逆らってもこっちが引っ張って相手が上に引っ張って上に引っ張ってこっちも上に引っ張ってたら結局こうなってしまうんで、相手に合わせて適当に動いて、これは全く力使ってません。相手に合わせてるだけ。このイメージでやってください。はい。反ってね。自分もこう力でこうやろうとするんですけど、そうじゃなくて今日言ってるのが組んだら
相手に寄りかかりながら沿ってその力を逆に利用するように。今自分全く力入れてないですキープできるよ。普通に逃げてキープしてます。全く力入れてません。でこれを力でこんなやったりしてたら、そしたら知らないうちにこう組まれたりしちゃうんで、なんでなんつうのかな、ちょっと相手も軽くやってもらってこう来られるので、自分も力を入れずにこの形でなるべくキープできるようにちょっと意識しましょう。ついついたみんな真面目なせいかもしれないですけど、ついついこう力入っちゃって顎を上げたりこの肩を浮かしたりとかしちゃうんで、この形でであれば組めるっていうところを感覚でちょっと分かるよまでちょっとやりましょう。もう一回やりましょう。どうしようとすればするほど、じゃあまず寄りかかっていくと重たいんでなかなか起こせないんですよこれで。そしたら今度力んでもう首で起きちゃうんですよ。力入れ入れてれば入れてるほど。なんでしっかりここで持ったらここにグッて力入れると軽くなっちゃうんで、だからこそ寄りかからなきゃいけないっていう。これを力入れてしまっては起きちゃいます。力入れれば入れるほど寄りかかれば、はい、重たいんで。わかります。この違いちょっと分かれば多分もうちょっと近くなると思います。はい、じゃあどうぞ。すぐ小指から持ちますよね。引っ掛けてたらこっちに乗せるような感じ。乗せるだけ。はい、そうですね。でこれをこういう風にやったりするとダメなんで力も入っちゃうんで、ここの指引っ掛けたらここの指と自分の肩と体全体が相手に重さとして伝わるような感じ。この手だけではなく手と頭と肩とこの体全部がここにかかるように持つと重たいです、はい、これただのクラッチとしてここだけで持つとダメです。体全体の重さが伝わるようなクラッチ、はい、ありがとうございます。なんか質問ありますか。できないことなんかあとみんな最初言ったんですけど、この後頭部持つように、さっき後頭部って言ったのにいきなり首でやってた人がいたんで、なんでしっかり後頭部、はい、